皆さんこんにちは、インター生の日下部です。前回の動画で紹介した殺人鬼を題材にしたホラー映画は見てくれたでしょうか。今回最終日にお送りするのは、鬱の時に見るおすすめ映画ベスト3を紹介したいと思います。まず一つ目、ホームアローン。家で一人時に見るおすすめ映画です。主人公のケビン・マカリスターは、マカリスター家の末っ子で、親戚たちと共に住んでいる、大家族の一人です。それゆえにケビンは兄弟たちから、厄介者と、罵声を浴びせられる日々。そこでケビンは、サンタさん、みんなを消してくださいとお願いします。そして翌日、家族のみんながパリに行くため早朝から出発するが、その時に人数の転校を取る時、偶然隣に住んでいた子供が一人紛れ込み、ケビンと勘違いしてしまいます。そして出発の後にケビンは家に一人だと喜び大はしゃぎします。家で一人に充満するもやがて寂しさも感じ、みんなを返してと再びサンタさんにお願いします。そして近頃空き巣事件が付近で多発している、なんか犯人であるマーブとハリーは2人はケビンの家に目をつけます。それを知ったケビンは家を守るために数々のトラップを仕掛け戦いに挑みます。続いて2つ目、そう、鬱の時に見る映画かなと思いますが、こちらは私にとってもとてもおすすめの映画です。実業家のジョン・クレイマーは妻のジル・タックと幸せな日々を過ごしていました。妻も妊娠し、もうすぐで父になると明るい未来が待っていました。しかし妊娠7ヶ月のジルに強盗事件に巻き込まれ、お腹を負傷してしまいます。急いでジョンが病院に連れて行きますが、お腹の子供は残念ながら死亡し、絶望感に追われます。さらに追い打ちをかけるようにジョンは脳腫瘍で余命宣告を受けます。絶望したジョンは自殺を図ろうとしますが、奇跡的に助かり、そこでジョンは命のありがたみ、人の思いやりを知らぬ者にゲームを仕掛け、命や他人に感謝しているか確かめるというゲームを仕掛けます。この映画は命のありがたみや人への気持ちを改心させられる映画です。あなたは命があることに感謝していますか。はい、そして3つ目、パイレーツ・オブ・カリビアン。海賊時代を描いた冒険映画です。主人公のジャック・スパローは海賊の仲間に裏切られ兵士たちに追われていました。そこでエリザベスが結婚式中に気を失い海へ落下します。彼女はジャックに助けられ除名を祈願しますが、ジャックは投獄されてしまいます。その夜、自分の船であるブラックパール号がジャックたちのいる町を襲い、その点でエリザベスが捕まってしまいます。エリザベスは取引を申し出ますが、約束は廃油にされ金貨を取り上げられてしまいます。エリザベスの恩人であるウィルは脱獄したジャックと共に海軍の高速船インターセプター号をたった2人で奪い、トルトゥーガで船員たちを集めると、エリザベス救出のため死の島イスラ・デ・ムエルタへ向かいます。この映画は冒険心をくすぐり、自分も旅に出たいと思わせる映画です。はい、本日が最後の動画となります。皆さん、もしよろしければチャンネル登録と高評価お願いします。それでは皆さん、さよなら。Thank you.